なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。悟空さん、どうだ、特訓の成果は？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間、ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの1日で1年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か？あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の定員は2人までだ。時間がねえから、おめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ、オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか減ってらんなかった。くらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。Yeah.
父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。おめえら仲が悪すぎやしねえか。で、精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。わかった、ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める。俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。暑い。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。はい。遠慮はいらん。やってこい。行きます。ヤリックホー。それで本気なの。合わせるな。逃げた。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな。それ戦いが始まったら、どんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号、18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。
ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ。もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが。ん？の。よう。人造人間対人造人間。進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。セルが奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。なあ。ねえ。補正。神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれん。ザコがいるようだな。ザコがいるようだな。何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。死ねた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。行くぞ。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。はぁ、とどめをさせてやるんだよ。秘めとる力を出し尽くせ。チリカとやってやるな。パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。セル。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この
私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号、そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういう…簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクター・ゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で、貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ、私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクター・ゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったら。バカにするな！くそ！なんてことだ、セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。すぐにそこに着くわ。ありがとうブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よせ天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。
一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。いただこう。ん？パーン！ドーン！ヘルズクラッシュ！こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。一泡吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号、さあ今度お前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ。何をしている。早く逃げるんだ。はっ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 これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。死ぬな天津飯。行くぞ。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。
はまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。見てバカだけ、聞いてる気がしねえ。大きな顔をしてらう。どれにか隙を作って逃げるしかねえ。うわっ、こりゃ天津飯とピッコロを助けるのが先だ。どこへ行った？ん？どうやって移動したのだ？今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先図がある。逃げる気か？そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ、孫悟空。いつの間にあんな技を。おっと、18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では、そう遠くまではいけないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か？どうもすみません、お待たせしました。2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず、今まで時間が。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ？ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯、今度は俺たち親子の修行の番だ。
部屋の中厳しいからな。覚悟しとけよ。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何にもかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕が なれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしごはん、おめえにゃそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さん？そうだ。絶対にそうなっとオーラを持ってる。そんな、僕がなれるのかな？すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ。ご飯、まずは軽く体でも温めてからだ。準備運動だからって加減はいらねえぞ。どうしたご飯、まだいけんだろ。はい、まだいいぞご飯、その調子だ。数を踏んでるだけのことはあるみたいだな。そうかな。よし、コンクレにしとくか。ごはん、体が温まるところじゃなかったな。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。
さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。Yeah.